スバルレガシーアウトバック、レガシーアウトバック、レガシーウトバックは、スバル、旧、富士重工業が製造、販売するレガシーの派生車種、レガシーツーリングワゴンをベースに、最低地上高を 200mm にした、ステーションワゴンと SUV の中間の自動車、クロスオーバー SUV である。なお、香港では、先代のレガシーグランドワゴン、レガシーライカスターも取り扱う。 元来スバルは、主要輸出マーケットであるアメリカで、レオーネ 4WD によって、廉価で丈夫で、悪路に強いといった評価を獲得していた。しかしそれは逆に言うと、ファーマーズカー、つまり、農家の車という地味なイメージもつく原因にもなった。当時の富士獣は、好調なアメリカ向けの輸出への過度の依存による、組織の硬直化がみ、さらに1985年9月のプラザ合意以降、 1980年代後半の急激な円高によって企業存亡の危機に瀕し、1980年代末には専門誌や新聞等で公然と他社による買収や吸収合併、倒産の危機が報道されるほどの厳しい局面を迎えていた。この危機からの打開のため、開発主管制度の導入、開発部門の連携の強化などの大規模な組織改革が断行され、 開発コード44バイトとして開発が進められ、1989年1月、騎士改正の一作として送り出したのが、初代レガシーであった。主要輸出マーケットであるアメリカで、それまでのレオーネの地味なイメージを覆すことに徐々に成功しつつあり、不自重の経営立て直しにも、明るい兆しが見え始めていた。一方、 アメリカでは1960年代中盤以降、ジープ・チェロキー、シボレー・ブレーザーといった SUV に対する根強い需要が常にあり、特に1990年代に入ると都市部においても、こうした SU を所有することが一種のステータスシンボルとみなされ、ブームとなっていた。しかし、こうした SUV は大きく、重く、燃費が悪い上、取り回しもしがたいなどの短所もあった。 レガシーは宣伝されてはいたが、レオーネのような野生味ある雰囲気は薄れていた。さらに、イスズとの合弁で1989年から稼働を開始したシア、スバルイスズオートモーティブスバルオブンディアナオートモーティブでイスズが生産する SUV をホンダに OEM 供給、ホンダパスポートしていることがアメリカ内の代理店から不満として不自重に寄せられ、 早急な SUV の投入が必要だったと言われている。もともと、富士重車内には、アウトドアライフをたしなむ開発担当者が多く、こうした声に応え、当時主に、アメリカ向けに新開発された、レガシーの2.5リットル水平、対向エンジン搭載車をベースに、オールウェザータイヤ、200ミリメートルのロードクリアランスと、ゆったりとした乗り心地を与え、内外装により、 ラギットテイストを負荷するなど、商品化はツボを抑え、非常にスムーズに進んだと言われている。アメリカ向けには1994年からアウトバックとして、日本国内向けには1995年8月から、レガシーグランドワゴン、グランドワゴンとして発売された。レガシーアウトバックは車体には、重さがあるものの居住性を高めるため空間効率に、 優れた設計となっている。1998年にフルモデルチェンジした2代目は、社名が、レガシーライカスターとなった。3代目は日本でも、アウトバックとなり世界統一かと思われたが、2006年のマイナーチェンジで、日本国内向けについては、レガシーアウトバックとなった。当初、スーは、スポーツユーティリティワゴンという新しいカテゴリーの、車として、ザワールド。 S ファーストスーは、世界初のスーは、ザ・ベスト・オブ・ボース・ワールド、乗用車と SUV の方の長所を兼ね備えたという、コピーで投入されたが、ターゲットとしたアメリカ市場での販売はかんばしく、なかった。しかし、現地、SOA、スバル・オブ・アメリカの地道な努力が実り、1年ほどで、販売は好調に転じ、アメリカにおけるスバルの主要ラインナップとして、 富士銃の経営立て直しに非常に大きな貢献をした。2006年、アメリカ合衆国におけるスバルの販売台数は、史上初めて年間20万台を突破したが、最良版モデルは59,262台が販売されたアウトバックであった。日本国内には、ワゴンタイプのボディしかないが、初代、二代目、三代目、2007年モデルまでの北米仕様には、 セダンボディも存在した。アウトバックはオーストラリアの未開の地などを示す。東京都と京都府には前期モデルの個人タクシーが存在する。6代目レガシーの日本仕様はツーリングアゴンが廃止され、4ドアセダンのレガシー B4 とクロスオーバー SUV のレガシーアウトバックの2ボディ構成となった。海外仕様は先代に引き続きアウトバック。 5代目のネーミングで販売される。フロントはバンパー一体型ヘキサゴングリルとホークアイヘッドランプによってスバル社のファミリーフェイスを構築し、リアコンビランプはヘッドランプと共通のモチーフを採用。ボディカブを取り巻くプロテクションパネルをはじめ、フロントホグランプや金属調、ルーフレール、豊かなロードクリアランスなどを備えることでアウトバック特有のスタイリングを。 さらに進化させている。ボディサイズは、仙台に対して全長はプラス 25mm、全幅はプラス 20mm とわずかに拡大。一方、全高とホイールベースは、仙台と共通の数値である。インテリアでは、筒型2眼メーターを採用し、メーター中央にアイサイトや SI ドライブの作動状況を表示する、大型カラー液晶マルチインフォーメーションディスプレイを、 搭載。リミテッドはメーターリング照明も装備した。また、ダッシュボードをソフトパッド化し、クッション圧を増したアームレストを採用する等、インテリアの品質も向上。内装色はブラックとアイボリーの二色展開とした。さらに、日本仕様のスバル社では、初採用となるハーマンカードンサウンドシステム &SD ナビゲーションをメーカーオプションに設定した。 A ピラーの付け根を全出しすることでキャビンを拡大するとともに、ドアミラーのショルダーマウント化やフロントパーテーションガラスの採用により、ドアミラー前方の死角を減らし、前方視認性を向上。また、前席はシート間距離を広げ、ドアトリム構造を見直すことで着座時のスペースを拡大。後席も前後席間距離の拡大により足元スペースを拡大した。 エンジンは仙台から継続搭載される水平対向4気筒2.5リットル FB25 型のみとなり、水平対向6気筒3.6リットルエンジン EZ36 型は日本仕様では廃止された海外向けのアウトバックは継続搭載。FB25 型は形式名こそ仙台モデルと共通だが、約8割の部品を新設計とした改良型である。 吸排気系、燃焼系を中心に大幅な進化を織り込むことで実用域での扱いやすさや軽快な走りを維持しながら燃費性能の向上を果たしている。また、チェーンの駆動音やピストン、オルタネーターなどの作動音を低減することで静粛性を高めるとともにエンジンフィーリングの上質感を高めている。さらに、吸気音をチューニングし、心地よいエンジンサウンドを実現している。 最高出力は、プラス 2PS、プラス 2kW の 175PS、129kW と、わずかに向上。最大トルクの数値は 24.0KGFM、2 3 5 n m で、先代から変化はない。リニアトロニックにも改良が施され、アクセルガイドによって、変速特性を切り替えるオートステップ変速制御や6速。 マニュアルモードのパドルシフトを採用。また、トランスミッション内部のフリクション低減により、燃費性能を向上し、ダイナミックダンパーなどを追加することで、振動騒音も低減した。ボディやサスペンション取り付け部の合成を高めることで、サスペンション部がしなやかに動く質感の高い走りを実現し、サスペンションは、スタビライザーの完了や、 ショックアブソーバーの減衰特性最適化し、リミテッドには、シンバルブの採用と、フロントストラットシリンダ計画台により、ダンパーのピストン速度域に応じた減衰特性の設定が可能となる、スタブレックスライド、ステイブリックスライドを採用。コーナリング時の安定性と、快適な乗り心地を両立させている。ステアリングは小型、軽量。 高出力性能のコントロールユニットを内蔵した電動パワーステアリングを採用。ブレーキは高応答性ブースターを採用するなど応答性、コントロール性を向上させている。駆動系では仙台に引き続き採用するアクティブトルクスプリットオードに加え滑りやすい路面などでエンジン、四輪の駆動力、ブレーキなどを最適に統合制御して アクロ走破性を高める X モードを新採用。下り坂で低速を維持した走行を実現するヒルディセントコントロール制御も加えている。安全性能では、先進安全技術であるアイサイトを大幅に進化。より広角かつ遠方まで補足し、カラー認識も実現したアイサイトに発展。相出支援機能であるアクティブレーンキープをはじめ、AT5 更新抑制制御。 ブレーキランプ認識制御などの新機能を追加したほか、プリクラッシュブレーキや全車速追従機能付けクルーコントロールの性能向上を図っている。また、旋回時のトレース性を高めるアクティブトルクベクタリングを新採用した。ホットプレス製経済をはじめとする高張力鋼板の採用範囲を拡大することで、軽量化を図りながら、全方位からの衝突に対して、 トップレベルの安全性も両立した。北米仕様には1994年から2011年までインプレッサの車高を上げたアウトバックスポーツも設定されていた。日本では初代モデルがインプレッサグラベル EX として発売された WRX がベース。アウトバックスポーツはアウトバックと異なり外観の衣装はほとんどベース車のままであったがグラベル EX は 当時の RV ブームに合わせガードバーなどを装備しベース車との差別化を図ったアウトバックスポーツはグローバル展開の XV の登場により2011年に消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。